ちっちゃいなんてちっちゃいなんて思ってないわ。大人がちょっと大きすぎるのよ。いたずらなんていたずらなんてしてやしないわ。
ってきたの。旅行に来て1週間私の家に泊まるのよ。素敵じゃない。あら、あそこへ来るのはトビとウィルバーじゃないの。トビーは鳥かごみたいなものを持ってるわね。何かしら。オウムみたいよ。やるる、兄、何してるんだい。ルルのおじさんのうちの赤ちゃんを見てたのよ。かわいいでしょ。なかなかかわいいね。メリーちゃんっていうの。トビーもウィルバーも一人っ子だからこんな妹が欲しいでしょう。はい。かわいいわ。でもさ、何にも言葉を喋れないのかい。そうよ。なんだ、じゃあ僕のこのオウムの方がよっぽど利口だよ。なんか喋るの。当たり前さ、ピンキーって言うんだよ。ほらピンキー、喋ってごらん。おはよう、こんにちは、さようなら。うわすごい。いやは、どうだい、何にも喋るな赤ん坊より、このオウムの方がよっぽどマシだ。そんなことないわ、誰だって訓練すれば喋れるようになるのよ。そりゃそうですよ。じゃあさ、ルルに訓練できんのかい。できるわよ、一週間で。ルル、それは無理よ。大丈夫。じゃあトビー、この赤ちゃんが私の家にいる1週間の間、そのオウムを私に貸してよ。へえ、どうすんの。赤ちゃんとオウムが同じくらいに喋れるようにしてみせるわ。そんなことできっこないようだ。大丈夫だったら。ルル、それは無理ですよ。いいえ、平気よ。よし、じゃあさ、もしも喋れなかったら町中を逆立ちして歩くんだぜ。オッケー。その代わり見事に喋れるようになったらトビーが逆立ちして歩くのよ。ああ、オッケーだ。大変。一週間で喋れるようになるかしら。大丈夫よ、任しといて。じゃ、楽しみにしてるよ。さよなら。
1週間で赤ちゃんとオムが同じくらいに喋れるようにしてみせるって。赤ちゃんを喋れるようにするとは言わなかったわ。うん、そういえばそうだったわね。そんなバカな。はい、おい、このオムはこれしか喋れなくなっちゃったのかい。そうよ、かわいいでしょ。ひどいよ。さあ、約束だからトビ、町中を逆立ちで歩いてよ。そんなオムをこんなにされた上に逆立ちだなんて。でもトビーは一人っ子で妹が欲しかったんだから、このオム気に入ったでしょ。はい、わかったよ。わかったってば。よちよち。トビー、赤ちゃんだと思ってか